はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回は、中古で買い直したセガサタンの動作確認をしてみたいと思います。はい、ということで、今回はですね、セガサタンを買い直したよっていうお話です。はい。まあ、買ってきたもの紹介動画の中で紹介するつもりではあったんですが、まあ、せっかくね、ジャンクで買ったので、ジャンクなのかわかんないですけど、まあ、とりあえず買い直したので、動作確認を先にやっておこうというところで、ここだけをちょっと紹介したいと思います。というのも、以前、開封動画上げましたけど、駿河屋で買ったセガサタン。なんかね、症状としては、パワーボタンを押すと、パワーボタンのところの緑ランプが、パカッとついて、すぐ消える。パカッとついてすぐ消えるみたいな、その、なんていうんですかね、点滅状態になるという症状が現れまして、まあ、全然ディスクが回らないし、映像も映らないという、まあ、そういうちょっと現象に見舞われました。インターネットでちょっと調べてみると、なんかそれっぽい現象を訴えてる人は一人書いてる人はいたんですが、まあその解決方法とかも書いてないし、まあ何が原因なのかも書いてなかったんで、ちょっともうわからんなというところで。新しい中古本体を買うしかないなというところに至って、まあ、3800円。まあ、税込みで言うと4180円ですか。で、見つけたので買ってきたという形ですね。うん。まあ、一式が入ってるんで、映像ケーブルも出てる、あるし、コントローラーも一個ついてるし、で、AC アダプターのケーブルもついてると。AC ケーブルもついてる。っていうところなんで、まあ、このまま、そのまま遊べるセットなんで、まあ、動くのかなと思って買ってみたんですが、まあ、ちょっとそこら辺の動作確認をしてみたいと思います。はい。ということで、一応ゲームハード部門で、1480円で。特に動作確認とかの情報もないですし、まあ、動作しませんみたいな情報もないので、おそらく動くのではないかなと思っています。これで動かなかったショックですね。型番はですね、ここですね。HST3210 ということで、それぐらいで買った、セガサタンと同じ型番になってますんで、中期型ですね。ほぼ中期型。白サタンの前、中期型を買いましたので、まあ、同じ感覚で扱えるかなと思うんですが、果たして動作するのか、ちょっと開けていきます。はい。ということで、まあ、若干ここの色褪せがありますけど、黄色変色はしてますけど、うん、まあでも上面上の部分は綺麗かなと思います。前面だけちょっと若干黄ばんでいるかなという感じですね。映像ケーブル、これは純正のものなのかな、ちょっと分かりませんけれども、なんか互換品っぽいな、互換品っぽさはあるけど、まあ一応映像出力ケーブルと電源ケーブルですね。そしてコントローラー、コントローラーは若干表面が、黄ばんでいるかなというところですが、まあ、うん、おそらく普通に動くのではないでしょうか。ボタン電池も入ってますね。うん。はい。じゃあちょっと、接続は完了しましたんで、動かしてみましょう。パワーボタン。お、アクセスランプがめっちゃ点滅してます。映像は映りません。なんかやばい香りがしてるな。なんでアクセスランプこんな点滅するんでしょう。回ってないですね、ピックアップレンズ。なんだ、アクセスランプがむちゃくちゃ点滅してるけど。リセットボタン押しても変わりなし。こいつも壊れてる？こやつも壊れてそうですね。こいつも壊れてんじゃないか。なんかこのアクセスランプ点滅もなんか聞いたことあるんですよ。これがなんかこのピックアップレンズのところの、ここら辺が動くところの、なんか劣化なのか、こう自体が悪いっていう、そういう感じの記事は見つけたことあります。うん。パワーランプが点滅みたいなのはなかなかないんですけど、このアクセスランプ点滅はよく聞くやつですね。ディスク入れてみようか。じゃあ今手元にあったプラネットジョーカー、これをちょっと入れてみましょう。プラネットジョーカーを入れた状態で再開。あ、でも回ってんじゃないの？回ってはいるよ。回ってはいるけど映像は出ない。
スランプは消えた。けど映像は出ない。なんで。あ、出た出た。出ますやん。出ますやん。ちょっともう一回やりましょう。おおお、動いてるやん。アクセスランプはちょっと点滅するけど、動いてはいる。いけてます。いけました。セガサターン動く。よかった。よかった。動きやす。焦る。すーごい焦った。あれ、あかんかったんって思ったもん。4000円かけてあかんかったんって思ったの。焦りました。あ、でも再生しない？ディスコ入れてますよ。 CD チェック中か。 CD チェック中にアクセスランプはつかないか。すごい音は鳴ってます。行かない。お、ん？行かないのか。保存データはなし。ボタン電池は切れてるっぽいですね。あ、で、トラック15、49分ってなってるんで、読み込みも完了したっぽいです。完了してんの？読み込み完了してんのこれ。ん？音楽 CD として認識しちゃってる？プラネットジョーカーが音楽ディスクとして認識されちゃってる？すごい音は鳴ってるんやけど。すごい音は鳴ってるし、15トラックとして認識化されてはいるんだけど。ゲームとしても認識されてない。ちょっと一旦電源を切ってみましょう。これで再開。うん、起動はするよ。起動はしますけど。めっちゃ音は鳴ってる。再生画面に来ちゃう。あ、来れるか。ただ、ゲーム。には始まらない。728分という謎の時間は認識してるっぽいけど、ピックアップレンズの不具合なんでしょうか。この場合はどうしたらいいんだこれ。こういう場合はどうしたらいいんだ。片一方は電源が入らない。片一方はディスクは回るけどディスクを認識しないっていう時はこれどうしたらいい。二つをこう、あれだよね、ペンパイナポアポペンみたいなことしなあかんのか。PPAP 的なことをしないと、この、うちのセガサターン動かせないんか。一個動かないセガサターン。一個動くけどディスク読まないセガサターン。つって。PPAP! つって言わなあかん。そんな状況ですね。ちょっと、プラネットジョーカーが悪いかもしれない。これはもう前のセガサターンで動作確認。できてるやつ。まあ、これもできてたんだけどね。これも前のセガサターンでちゃんと動作確認はしてますから。一応もう一個。パンツァードラゴン。パンツァードラゴンは動くでしょうか。相変わらずアクセスランプはもう開けた状態でもずっと点滅してましたね。ああ、また点滅が始まった。なんか、認識はしてるっぽいんだけど、ゲームとしての認識はしてないね。ディスク自体は回ってはいる。回るんは回るんやけど、ここはでも本当はこっちこう動くはずなんでしょうけど、ここほぼ動いてないですもんね。ここ自体は回ってますよ。ここがあんま動いてる痕跡がないっていう、そこが気になりますよね。やっぱずっとアクセスランプ点滅が止まらないっていうところ。せっかく買ったのにな。動かないとはね。私にそんな PPAP の技術はないので。
二つの機器のいいとこだけを取るみたいな、そんなできないんで、私には不可能なんで、まぁ、ちょっと、現状、どうしていいか分からないんですけどね。早くポリメガイを来いと、私はそう思ってはいますが、ポリメガイを早く、その願いだけですね。またセカサタン買わなかのか、と思っちゃいました。はい。でした。でしたで締めようとしてる。はい。また、セガサタン探す旅が始まりそうです。お疲れ様です。おまけ。後日、2台のセガサタンの移植手術を決行。通称 PPAP、ペンパイナッポーアッポーペン作戦の決行です。旧セガサタンは電源がダメでドライブ部分が OK。新セガサタンは電源が OK でドライブ部分がダメ。つまり新セガサタンに旧セガサタンのドライブ部分を乗せ替えてしまえば動くのではないかと考えたエンタ。映像はないですがやってみたところその結果です。どうぞ。2万5000人を超える参加者の皆さん、お待たせいたしました。これより国内第一次予選を始めたいと思います。さあ、ルールの説明をしていただきましょう。ここウルトラドームでの国内第一次予選は丸バツクイズを行います。1問不正解で即失格となりますので注意して頑張ってください。問題。ニューヨークの自由の女神はかつて灯台だった。正解はこれだ。
ー